おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回はですね、これもね、私の大好きなゲームの中の一本、そう、サンソフトの名作ヘベレケですね。こちらをクリアまで頑張ってやりたいと思いますんで、よかったらご覧ください。それでは行きましょう。スタート。プヒョー、ハピョー、ここはどこだ、プピョー。ほうほう、誰もいない、パピュー。さあ、始まりましたね。のっけからなんかすごい電波な感じのセリフで開始されてますけども。さあ、このヘベレケっていうゲームなんですけども、まあ、ファミコン後期に出たゲームなんで、かなりクオリティが高いっていう、このサンソフトの名作アクションゲームですね。でゲームは探索型アクションゲームっていう感じなんで、メトロイドとかと近いような感じですね。まあ、このゲームはどっちかっていうとサンソフトの中でも、まあ、かなり代表的な部類に入ると思うんですよ。どうしてもね、サンソフトっていう風に聞くと一機とかね、アトランティスの謎がね、最初に出がちですけども、メーカーはね、このキャラクターを推したかったんだろうなって感じですね。さあ、そしてボスまでやってきました。何ですか、あなたは。わちはこの世界の出口を探しているのぴゃ。おだまり、こうしてくれますわ。おおほほほほ、高笑い。さあ、これが最初のボスですね。で、このボスとのバトルっていうのが、上にね、体力ゲージがありますけども、あれを先になくした方が勝ちっていう。で、攻撃方法はこのボールをぶつけ合うっていう、ボールなのかな、これをぶつけ合うっていう感じですね。ちょっと集中していこう。まあ、最初のボスなんでそんなに強くはないですけども、おっと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 、あー、さすがに負けることはないと思う。これ意外とね、こうやって壁に当てて相手に向かってこう投げると割と当たる率が高いし、そうでもないかリアクションかわいいな、このゲーム本当に。さあ、これで最初のボス倒しましたね。この私が負けるなんて、負けるなんて。わかりました、あなた出口を探していらっしゃるのね。私も一緒にお供させていただきますわ。私、王ちゃんと申します。水や氷で先に進めないぴょ。セレクト画面で私に交代していただければ先に進んで差し上げますわ。ほう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 、かっこ高笑い。他に2人、私のしもべがおりますわ。さあ、参りましょう、高飛車ぴょぴょー。ってことで、今戦ってたキャラクター王ちゃんが仲間になりましたね。ちなみに私がこの使ってるキャラクター、今この帽子かぶってるこのキャラクターがヘベっていう名前なんですけども、確かね、声はね、林原めぐみさんが当ててたはずですね。まあ、私は残念ながら林原めぐみボイスが出ないので水晶を見つけたにょぷー。セレクト画面でパスワードが見れるにぽーん。てかね、最初アムロっぽく喋ってみようかなと思ったんですけど もう語尾がね、なんかもう特徴がありすぎてそんな余裕もないっていう。さあ、そしてさっき仲間にした王ちゃんなんですけども、実はここでヘベがこうやって入るとよ、まずこいつは倒そう。こう溺れちゃうんですよね、ヘベって。で、泳ぐこともできないんですが、王ちゃんだとこうやってスイスイっと泳いだり、こうやってジャンプでこう上に登れたりするんで、こうやってね、キャラクターを使い分けながら進んでいくっていうゲームですね。まあ、ちなみに王ちゃんの声は金井美香さんですね。まあ、すごい代表作の多い方ですけども、やっぱりワピコのイメージが強いかな。さあ、続いての中ボス戦、ボスバトル結構多いよね。こいつは一回こうやって頭を踏むとこのボールを出すので、おっと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 、危ない。
でボールを出したらそれを持ってぶつけるっていう、こいつもなかなかの顔芸がすごいね。さああと1回だ。さあこれで、最初の中ボスも倒したので、この先に進むとアイテムが手に入る。なかなかヘベーポーズ決まってるね。ワチの得意攻撃クビチョンパアタックを手に入れたニョヒー。 B ボタンでエネルギーを貯めて攻撃するニポップ。難しいな言うの。さっきのヘベのポーズなんかさ、そんな大人修正してやるみたいな感じになってたね。カミーユがクワトロ太陽を殴るとこみたいな。まあ、本当このゲームね、慣れるとこういうキャラクターチェンジも割とスムーズにできたりするんで、いや本当に名作だと思いますね。もっとなんだろう、いろんな人がプレイしててもおかしくなかったのにって思うし、私も当時なんでこんないいゲームやらなかったんだろうって本当に思いますもん。あ、ここだここだ。さあこのね、氷のステージなんですけども、実はこのヘベで来た場合こうやって転んじゃうんですよね。かわいい。ただ王ちゃんだとこうやって普通に進むことができるっていう。王ちゃん本当優秀なんだよね。使う場面めちゃくちゃ多いっていう。よいしょ。さあ左上の体力ゲージが今20までありますけども、最高で現時点では49まで増えるんで、できるだけダメージを食らわないようにして、あの HP を増やしたい。さあこれでマップを手に入れましたね。まあ、マップはね今見ても現在地が分かんないんであんま役に立たないんですよ。よっ、おー順調。さあ首チョンプアタックせっかくなんで使ってみましょう。こうやって B ボタンでエネルギー貯めると、これが首チョンプアタックですね。すごい攻撃方法だよね。本当に首がもげてる。危ない。あー助かった。今タイミングミスった。マップをしっかり把握しておかないと。さあこのコンパスを手に入れて初めて自分の位置がマップで分かるようになるんで、ではちょっと見てみましょうかね。さあこの緑の位置が今自分がいてるとこですね。もうなのでコンパスがないと全然もう役に立たない。あれは単なる方眼紙だよね。さあ、あの下の方はね今王ちゃんこれ潜れないんでいけないんですよね。さあこのトロッコ乗ってる姿もなかなかまた愛くるしいな。よいしょ。あーしまった、危ねえ。危ねえっていうか、まあ食らってるんだけど、まあまあ一回食らっただけで済んだ。まだ、ここなかなかタイミングが難しいよ。あーもったいない、回復欲しい。まあいっか。さあそれでは2回目のボスバトル。さあスケザイモン一緒に参りますわよ。
殺生を見事倒すことができれば力を貸して死んぜよ。では参る。さあ、スケザイモン、こいつも仲間になってくれるキャラクターなんですけども、ちなみにこのスケザイモンの声を当ててるのは本当に若本さんなんですよ。これやっぱね、この反対方向を向いて当てるこのやり方がね、一番すごい効く気がする。あと一発。さあ、これで勝った。なんかどっかに投げ捨てたみたいに反則技みたいになっちゃったけども、完封したね。しかも、まいったまいった、向かいの神社降参でござる。拙者もお供に加わって死んぜよ。拙者のみ、拙者身の軽さがいろいろ役に立つでござろう。この世界の出口を知ってるにょ。詳しくは存ぜぬが、この世界のどこかに神殿があって、そこにある扉を抜けることができればわかるでござろう。私のもう一人のしもべがきっと存じておりますわ。さあ、ヘベ様、参りますわよ。にょにょーん。知らん間にヘベ様になってるね。恋が芽生えてた。さあ、これでまた新しい仲間が入ってきたので、どっちだっけな、多分こっちで合ってたと思うんだけどな。道がね、なかなかね、覚えるのが大変なんだよね、これ。こういうゲームって。とりあえず一回戻る形になります、ここで。あ、いた。これ気持ちいいよね、本当に。危なー。体力がなー、だいぶ減ってんなー。さあ、ここは首チョンパアタック。危ない。うわ、これちょっとね、ジャンプの制御がちょっとだけ難しい。おー、回復きた。あー、回復したのに。さあ、ここはヘベでもオーチャーでも届かないので、よ、意外とギリジャンじゃないと届かないな。オッケー。スケザイモンの得意攻撃、目ん玉飛びでアタックを手に入れた。ボヨーン。 B ボタンでエネルギーを貯めて攻撃するにホップ、まあ、こうやってエネルギーを貯めて目ん玉を攻撃するっていう。意外とあんま使わないんだよね、必殺技。わー、くっそー。できるだけね、踏んづけた方が体力の回復が出たりするんで、よ、ただそればっかり狙ってるとさっきみたいにダメージを食らうから、その辺が難しいよね、このゲーム。ここは王ちゃんに切り替えて、なんかキャラクターがさ、全体的に高橋留美子っぽいっていう気もするんですよね。まあ当時の流行りっちゃ流行りっていうのもあるんでしょうけども。なんかうるせえやつらとかに出てきそうだもんね。ああ、
あー危ない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 。こういうゲームなんかも本当に今の技術で作ったらどんな感じになるんだろうなっていうのはちょっとね、見てみたいなっていう気もしますね。このしゃがみながら移動するのがまた可愛いんだけども、中でもね、おーちゃんがねダントツに可愛い気がするよ。おーちゃんだとこうやってただのめんどくさがり屋みたいな動きをするっていう閉まった。この下ボタンを押さないといけないのは本当難儀だわ。あとなんか映るんですっていう昔ねあった4コマ漫画のカワウソくんとかもなんかこんな感じのキャラクターだったなって気がする。さあここに卵があるんでこれを忘れずに持っていきます。くそ、こっちの卵は敵なんで。これはコアラかな？コアラではないか、コアラっぽい何かかな？さあ届くか、よいしょ。あーうわー怖い怖い怖い。さあだいぶ頂上が近づいてきたかな？おー踏んでてよかった、回復した。おーいいね、2連続この勢いで3連続来ないかな。さすがにそれはないか。さあ頂上まで上がってきましたね。ありがとうよ、お礼に向こう側で連れてってあげようよ。さあ捕まるんでよさあまだね向こう側に行くのには早いんでよ、一回ちょっとね戻ることになります。ここでよいしょ。まあ、戻るって言ってもそんなに大幅に戻るわけではないんですが、あんなのさでも絶対そのまんま行ってしまうよね罠だと思うもん本当。あのまま行ったらちょっと時間のロスが激しい。あーくそー、テンポよく踏もうと思ったのに。回復出ないな、結構ギリギリなんだけどな21は。あーくっそ18か。オッケー、多いね。さあ、さっきのとこに戻ってきましたけども、おお、ありがたい。よいしょ。さあ、ここのアイテムはなんだ？あ、すごいグロテスク。心の目を見つけた。プニョン、プミョン、マップにアイテムの位置が表示されるポポ。さあこれでさっき撮ったね、マップにアイテムの位置が表示されるようになりましたね。
多分ピンクのやつがマップだったと思う。マップじゃない、アイテムだったと思う。ここはね、乗ったら落ちる系のやつなんで。よっ、おし、届いた。この間は卵を拾ってくれてありがとうよ。僕が君を向こうに連れてってあげるよ。さあ、ということで、実はね、2箇所あるんですよ。なので、あそこをスルーしてこっちを先に来たっていう。今のところね、うっかり落ちてしまうとまたなかなかね、面倒なとこまで戻されちゃうんで、あそこは落ちても死なないんですけどね。さあ、また中ボスですね。相変わらず目つきが悪い。まあ基本的にはさっきと同じ戦い方で、あと2発ぐらいかな。もう目がギンギン。夜中にレベル上げしてみたいな感じ。さあ、実はこの後まだ終わってなくて、あーってしまった。まあここからが本番ですね。ちなみにこのゲームの BGM むちゃくちゃかっこいいですけども、これね、拡張音源なしなんですって。すごいですよね。まあ、拡張音源なしっていうとシルバーサーファーなんかも、ね、そうでしたけども、まあ、日本のメーカーもね、全然負けてないなっていう。あと何発だ。あと1発か2発ぐらいかな。これで落ちろ。失敗した。よいしょ、いけ。さあ、若干時間はかかりましたけども、無事ボスを倒すことができました。さあ、ここのボスを倒すと次はどんなアイテムが手に入るんだ。あ、出た。これはいいやつだ。吸盤を手に入れた。ひょう、これで壁が登れる。ひょう、二ひょうら、二ひょうか。さあ、これでね、あの壁をよじ登ることができるようになりましたね。なので若干ちょっとね、戻ることになります。ここで確か次戻るのが、まあ、このゲームね、あの道を覚えないと大変っちゃ大変ですけども、ただね、長くやってればちゃんとね、次どこに行けばいいのかっていうのもなんとなく分かったりするので、この道が分かんなくてクリア無理じゃんっていうようなゲームではないですね。うわ、たぶね。さあ、薬を手に入れることができました。薬を見つけた。ヒョロッピプーン、ライフが1個回復する。日危な。扉には鍵がかかってるんだにょー。さあ、ここが実はもうラストなんですけども、まだまだね、最後まで行くことはできないので、鍵がないんで、なんだ、あそこはそのままスルーします。まだ出たよこの敵。ローリングストーンズ。あ、失敗した。危ねー、危なかった。
ああ欲しい、欲しかった。正直ね、このヘベがね壁つかめるようになってしまうと、スケザイモンの存在価値がだいぶ減るんだよね。全く使わないわけではないんですけども、いった。割といなくてもなんとかなってしまうっていう悲しさ。くそ、めっちゃ食らってるな、やばいなこれ。よっ、あーくそ危ない。あーこれもちょっと上がってくるのは絶対ゆっくり上がってくるから、ひー回復取れない。残り8か、いけるかな、これどうだろう。まずはあそこの上に乗って、あ残り8、危ない。残り8しかないと思うとちょっとプレイが消極的になってしまう。さあここの場所に来ると、ここも結構このゲームでは印象的なシーンですね。さあ出た、この白々しい岩はなんだ、ウポロウポロプーさあ出たね、白々しい石、白々しい岩か。さあこの白々しい岩を何回も何回もこうやって踏んでいくと左に動いていくので、これを一番左までやるとこの下行けるようになると。 HP8 っていうのかな、そしてここね水があったのが全部なくなったんで通れるようになったんですけども、ここに来るとさあ最後の仲間だ。さあジェニファー、この私力を貸す時が来たわよ。一緒に参るでござる、神社ではないけ、まあ気が向いたらな。さあ出ましたね、最後の仲間ジェニファー。あーしまったよ、この当てた瞬間透明になるんで、これを利用すると割と戦いやすくはなりますね。失敗した。あと2発、さあこれで決めよう。 OK、 やりました。これで、最後の仲間ジェニファーがね、加わりましたね。あー気が向いた、一緒に行ってやるぜ。まあ潜りなら俺に任せてくれ。神殿の扉はどうすれば開く、プピョ。扉を開くには鍵が3つ必要だ。それには鍵を守るやつを倒さなくちゃいけねえ。そやつはどこにいるのでござるか。パワーリングがその場所を教えてくれるだろうよ。それでは皆様、鍵を探しに参りますわよ。プピョーププちなみにこのジェニファーの声は千葉茂さんですね。さあということでございまして、今回ここまで見ていただきましてありがとうございました。次はね、このジェニファーを仲間にしたところから始まるわけですけども、今回はここまでにしたいと思います。またよかったら次の動画も見てください。ここまで私バッケンがお送りいたしました。ではではバイバーイ。